皆さん、こんばんは。電子官房で、GO チャンネル所長のブルースカイです。今日は、撮影カメラの性能比較を行うよ。最近 Amazon で、売られている、安価な USB カメラを、2機種購入したんだ。SV ボニーの SV305 と T7C というカメラだよ。SV305 が、16,999円。T7C が、12,788円で購入したよ。これらのカメラが電子官房に使えるかどうか試してみるよ。比較対象としてアナログカメラのオライオンのスターシュートビデオカメラと ZWO の ASI1600MC、ASI294MC、ASI385MC カメラを用意したよ。極力同一条件で撮影を行うために、露光時間は4秒に設定したよ。その他のパラメーターはデフォルトに近い設定だよ。今日使用する望遠鏡は、スカイウォッチャーエボスター 72ED だよ。レデューサーレンズは、TPO オプティクスの 0.5 倍レデューサーを使用したよ。最初は、オライオンのスターシュートビデオカメラからテストしてみるね。ペンの文字がかすかに見える程度だね。次は ASI1600MC クールだよ。次は ASI294MC プロだよ。次は ASI385MC クールだよ。次はSV ボニー SV305 だよ。全く見えないね。最後に T7C だよ。全く見えないね。残念ながら今回のテストで SV305 と T7C はディープスカイ用との電子官房には使えないことが判明したよ。月や惑星用に使用してね。 ASI224MC や ASI385MC をおすすめするよ。今回のテストで ASI1600MC が一番明るく映ったけど、実際の官房では ASI294MC や ASI385MC の方が感度が高いよ。その点は注意してね。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。